2020年の6月の11日でございます。本日から、梅雨入りは5月の31日にしたというふうに、天気のニュースで見たんですけれども、雨がずっと降らずに、ようやく、6月の今11日ですが降っておりまして、こうなかなか冠水が、全てこう設備が廃止、設置できているわけじゃないので、こう数日降るのは非常に助かるような形でございます。また雨も降れば、草も生えますけど、草も3週間ほど前に切ったんですよ。今そうですね、これくらい伸びてきて5センチ10センチぐらいですかね、伸びてきております。実も大きくなるんじゃないかと思います。雨が水でですね、これはもうだいぶでかくなってますね。ピオーネですけど、だいぶ大きくなってます。ちょっとこれ残しすぎかなとかって思ったりもするんですが、そうですね、もうちょっと落としてもいいかなと。ここら辺なんかちょっと密集してるんで、これはピオーネですね。シャインマスカットを一応見て、雨の日ですけど、今日は花房成形というのをやるんですが、このちょっと無角という小さいところを取っていって形を整えていく作業をしていきます。これシャインマスカットですね。お粒多いんでだいぶ適量せないかんですね。これも、花震いしてるとこもありますけど、はい、どうもよろしくお願いします。